Everyone deserves a great teacher. 私たちはみんな素晴らしい先生に出会うべきです。先生というのは歴史を教えてくれたり未来について考えさせてくれたりします。しかし最高の先生というのは世界をより良くする方法を教えてくれるんです。今日は皆さんに私のお気に入りの先生をご紹介します。皆さんも出会ったことがあるはずなんです。この人ミスタートイレットです。このトイレ大先生は実に多くのことを教えてくれます。その教えの中には哲学的なものから実に実践的なものまであります。今日私はこの先生から教えられた教訓をお話しします。2人の少女の話から始めましょう。最初の女の子は2ヶ月前に生まれた私の娘です。彼女から毎日教えられる教訓というのは愛の力や希望、そして驚きや気づきなど実に深いものです。この子は私たち妻に人間の最も素晴らしい可能性を引き出す教育をするというチャンスを与えてくれます。そして実生活に即した教訓も教えてくれるんです。このトイレ大先生が教えてくれる私たちがみんな平等だと感じさせる真実、宗教信仰に関わらず、豊か貧しいに関わらず、肌の色に関わらず、入ってきたものは必ず出てくるということなんです。娘はこれを実に上手に私と妻に数時間ごとに思い起こさせてくれます。トイレ大先生のもう一つの教えは常に清潔を保ちましょうということです。これについても娘に教えられ本当に驚きます。娘はお腹がすくと泣いてそれを訴えます。さらにおむつが汚れていても訴えるんです。この子は微生物について何の知識もなければそれらが有害だということも知りません。我々が生まれてすぐから知っていることは清潔であるべきだということなんです。トイレトレーニングは親にとって大事な課題です。子供が自分でトイレに行けるようになったらそれは親にとって偉大なる勝利です。数時間おきにおむつを替える苦労から解放され、子どもにとっても同じように偉大な進歩となります。その子は今やスーパーパワーを手に入れたということなんです。トイレのレバーを引くか押すだけであれを流せてしまうんですから、これは子どもにとってスーパーパワーなんです。子どもたちは夢中になります。ここでトイレ大先生がトイレトレーニングを通して教えてくれることは、しかるべきところにしかるべきものを流すということです。実際この教えは皆さんの人生を通して関わることです。しかるべきトイレにしかるべきものを流し清潔さを保つという教えです。この人生最初のレッスンを教えてくれたトイレ大先生に私は感謝しています。皆さんも感謝の気持ちを持つべきなんです。なぜなら皆さんはトイレのアクセスがあるからです。しかし世界の25億人の人々には安全でちゃんとしたトイレがありません。穴もなければ全くゼロなんです。トイレが全然ないんです。これは犯罪レベルのひどい生活です。そして2番目の女の子の話へ続きます。20年ほど前、私はスラム街で1日慈善事業プロジェクトに関わりました。そのスラムは山から降りた場所にあり、私が山から降りると小さな女の子がドブにはまり込んでいるのを見つけました。その子の方へ歩いていくと、だんだんとそのドブはただの汚水が溜まっているものではなく、実はとても深く掘られた穴で、そこに満ちていたのはなんと糞尿だったのです。この小さな少女はお腹までそこに浸かっていて、私がその子を声だめから引きずり出した時に分かりました。その子はその時点でもう親に見捨てられ、あの汚水に溺れる運命にあったということです。その時私は心に誓いました。いつか必ずこのひどい状況を変えているんだと。世界には大勢この少女のような子どもたちがいます。世界で17人に1人の子どもが不潔な環境が原因で亡くなっているんです。そこで私が気づかされたのは、出てくるものを間違ったところに垂れ流しておくと死に至る結果を招くということなんです。トイレがない世界ってどんな感じだと思いますか？皆さんにはとても想像しがたいですよね。ご説明します。トイレがないということは、いずれどこか近くの場所で用を足すということになります。そして瞬く間に近くの湖、川、道路、住居などを汚物が汚染するということなんです。全く悲惨なことです。
そこら中すべてがおでんの排水溝と化することです。大勢がトイレのない環境に住んでいる状況ではデスゾーン、まさに死の環境を作り出してしまうんです。先ほどの私の娘の性の環境とは正反対の絶望に満ちた状況です。私はこの事実に頭を雷で打たれたようなショックを感じ、私はいつかこの問題を解決すると自分に誓いました。これは大問題なんです。私たちはこのことに気づくべきなんです。さて、会場の皆さん、受付で配られた紙を取り出してください。その紙には座っておくか立ち上がると書いてあります。立ち上がると書いてある紙をお持ちの方は今立ち上がってください。 OK です。では立っている皆さんは今日トイレを使えないと宣告されたと仮定しましょう。この建物の中も福岡市内もどこも使えません。どうなるでしょう。そう、入ってくるものは出てくるという自然の法則がやがてあなたを訪れます。一刻も早くトイレにたどり着きたいと思います。でもトイレは使えないんです。だからあなたは囲いもないオープンスペースで用を足すことになります。それが今世界の人口 40% が直面している状況なんです。今座っている残り 60% の人々の贅沢で清潔なトイレのアクセスが彼らにはないんです。大きな問題です。なぜ私はおしっこやうんちについてこんなに熱く語るんでしょうか。私たちから排泄されるものは果たして悪者なんでしょうか。トイレサインで女性男性がいます。小さなエイリアンもいます。排泄物のバイ菌といったところです。おしっこは今簡単な技術で水へと変えることができます。うんちも役に立つものに変えることが可能になっています。よって排泄物そのものは悪者ではありません。でももしこれらをあるべきではない場所へ垂れ流すと、バイ菌が出てきて途端にホラー映画のような状況を巻き起こしてしまい、考えられる限り最悪な状況になってしまいます。では私たちに何ができるでしょう。このような子どもたちをベッドから解放できるんです。アフリカのサハラ砂漠以南の子どもたちは 50% は清潔な環境に住めないということから何らかの病気になって病床に縛られています。もし私たちがアクションを起こしトイレを彼らに提供できたら、この病院のベッドを空っぽにできるはずなんです。理想的な病院は病人がいない病院だと私は思っています。子どもたちが健康に成長でき、社会で生産的な生活ができるようになります。いつか彼らの中からテッドトークをする子が出てくるかもしれません。ありえますよね。彼らはこんなベッドの中で不条理な不幸に見舞われたまま悲惨な運命にとらわれていてはいけないんです。もう一つの大きな課題は女の子たちを守ることです。トイレがない女の子が所長を迎えると二重の困難になります。統計的にトイレがない女の子は所長を迎える頃に学校を辞めてしまうんです。学校は安全な環境ではないからです。私はそれを見過ごしてはおけません。老若男女に関わらず清潔なトイレ環境をみんなが使えるようにするべきなんです。これはとてつもなく大きなチャレンジです。25億人の生活を改善するという挑戦です。皆さん、私がクレイジーか魔法の解決方法を知っていると思われるかもしれません。でも私は皆さんと共にこの問題を解決できると信じているんです。私の師であるミスタートイレとの話へ戻りましょう。トイレ大先生はどんな困難な課題にも取り組める7つのシンプルな教えを説いてくれています。エイズやマラリアの撲滅をはじめ、あなたにも関係あるかもしれない何十億人という人に影響を与える問題についてどう立ち向かうか教えてくれます。共同創設者と私は少なくとも10億人に影響するこの問題を改善するためにこの教えをトイレに当てはめ、1000万人のトイレットハッカーのネットワークを作ろうと決めました。さて、7つの教えの1つ目はそのことについて話すことなんです。普通私がトイレの話をし始めると、皆さん礼儀正しいのにそんな話しませんでしたが、いつもなら汚い、やめて、聞きたくない、そんな反応が返ってきます。はい、誰も聞きたくないんです。でもその問題を真っ向から見つめる勇気を持つことが必要なんです。無視している場合ではありません。深刻なのにもかかわらず話題に上がらない問題はたくさんあります。そして私たちは社会のタブーにとらわれてしまい、こうした問題を話さないんです。でもこの問題について話すことができなければ解決することはできないんです。これはテデックスのコアの部分でもありますよね。あなたが子どもの頃、汚い言葉を使わないようにとか、お行儀の悪い言葉を使わないようにと教えられましたよね。けれど私たちはお行儀の悪いことも話せるようになるべきだと思っています。私たちは仲間がいるんです。この人、
マット・デイモンです。アクションヒーローでもあり、才能あふれる監督です。清潔な水を普及させる社会貢献をしています。最近ついにトイレについて話し始めました。彼は数日前、全人類がトイレのある生活になるまで自分はトイレを使わないというストライキ宣言をしたんです。頑張ってください、マット。要するに彼はタブーとされるテーマを語るためにユーモアを使っていて、この方法実に影響力あります。どうかこの問題を子どもたちに早くから教え始めてください。問題について偏見を持たずに理解することができるからです。問題があるという現実を知っていれば、解決したいという思いからそのためのスキルを磨き始めることができます。もし上手に子どもたちにコミュニケーションできれば、きっと彼らは自発的に課題に改善したいという意識を持ちます。大きな課題を改善するには、こうした自発的な意欲が必要なんです。2番目の教えは、勇気を持ちなさいということです。これほど大きな規模、社会に根ざした問題を解決することはとても大変です。でも解決に取り組む価値があるんです。真ん中の男性は私のヒーローです。公衆衛生や医療の歴史の中では最も偉大な人物の一人です。ドクター・スノーは1800年代後半にロンドンでコレラ大流行した時に、人々が次々に亡くなっていく中、電子顕微鏡や研究センターを持っていませんでしたが、彼は代わりに好奇心や情熱、そして洞察力を持っていました。最も重要な勇気を彼は持っていたんです。その時代、人々は広場へ行ってポンプから水を汲んでいたんです。人々と話すにつれて、彼は、おや、水飲みポンプがある場所にみんな排泄物を捨ててるじゃないかという事実に気づきました。さすがに原因がはっきりしますよね。そして広場に行き、ポンプを壊したんです。そしてそのコレラ菌満載のポンプから水を飲まないようにしたんです。市民の反応を想像してください。医者や科学者、そこから水を得ていた市民全員怒りました。しかしその後すぐコレラの流行が収まったんです。私は彼を公衆衛生の父だと思っているんです。今日では違うタイプのスーパーヒーローもいます。ジャック・シムという人は世界トイレット機関を立ち上げ、世界トイレットデーができました。彼だけじゃないんです。美しく聡明な女優ジェシカ・アルバはオネストカンパニーという会社を立ち上げ、赤ちゃんのうんちにまつわるおむつやお尻拭きなどのエコで自然に優しい製品を提供しています。彼女も清潔を保つ大切さについての提唱に力を注ぎ始めました。3番目の教えは、豊かな発想を持つということです。こうした大規模な課題を解決するには頭を使う必要があります。一つのアイデアが25億人の人々に影響します。時に生み出されるアイデアはクレイジーです。バイクにトイレが合体してる、それもいいかもしれません。美しいトイレ、ハイテクなトイレ、油かたぶら魔法のように出現するトイレもあります。そこで私たちは最高のアイデアを得るためにトイレデザインのハッカソンを開催しました。デザインコンペのようなものです。大企業、中小企業問わずチームに入ってもらい、この人にも加わってもらいました。これは実際にトイレなんですが、ビル・ゲイツは一体どこから入ればいいんだと思っているようですね。枠にとらわれない新たな着眼点で考え、すでにあるものを改良することが必要です。例えばインドではトイレの数の3倍の携帯電話を普及しています。そういうところに着目し、アイデアを発展させることが必要です。4番目の教えは、あなたはパワーに満ちているということです。皆さん一人一人がいい方向に変化を起こすパワーを持っていると感じていただけたと思います。そのエネルギーをぜひ使ってください。ぜひそこに座って受け身で眺めているだけでは何もならないということを知ってください。子どもの頃、科学館で牛の排泄物がエネルギーに変わるという素晴らしい展示を見ました。人間の排泄物にも同じ価値があるんです。私たちのパワーは発想転換ができるということです。みんなが話題に従わない排泄物がエネルギーに変身し、食べ物を育てられるということを、あなたは今から話し始めることができます。ここで起こる最も大きな変革というのは、チャリティー団体や政府機関ではなく、我々市民がこの問題を解決できるということです。世界は数百万人の起業家が生まれる未来を迎えます。その発明や技術を捨ててしまわず、有効に活用しましょう。これからは黄金の時代、うんちが黄金に変わる時代になります。すごいでしょ。その変革に飛び込みましょう。5番目の教えは、ムーブメントを起こすことの大切さです。なぜなら、何事も一人でやっていては失敗してしまいがちだからです。あなたが一人で起業したとして、良い製品や技術を送り出しても、それを維持する仕組みやアイデアがなければ、社会起業家の世界でよく起こるように
プロジェクトの墓場行きという事態になってしまいます。失敗したプロジェクトが積もり積もると、みんなもうやる気さえ失ってしまうんです。あなたがやるべきことはコラボレーションです。コラボレーションの力を存分に発揮し、仲間を集めましょう。その仲間が誰であれ、やりたいという意思の力が集まれば、プロジェクトを続けようという意思が生まれ、問題を解決するノウハウが集まり、プロジェクトに必要な期間にわたり維持するためのマンパワーが集まるんです。6番目の教えは手を加えてみることです。発明家たちは手を加え改良しようとします。私もイノベーションが大好きです。手を加える作業は徐々に時間をかけてやり、同時にいつもそれを考えているということでもあります。最後のレッスンはトイレトレーニングを改めてやりましょうということです。子供時代で終わりではないんです。今やるべきものなんです。これがどういうことかご説明しますね。次にあなたがトイレに行くとき、いや、トイレに行くということをとにかく思い浮かべてみてください。トイレで過ごす素晴らしく静かな時間、誰もあなたの時間を邪魔する人はいないんです。誰もあなたがトイレで何をしているか知りたくないんです。あなたはツイッターをしていても、テデックスを見ていても関係ないんです。トイレはあなたに静けさを約束する場所なんです。邪魔されない時間を使ってください。考え事をしたり、あなたの心を豊かにする時間に使ってください。もしかしたら新たなビッグチャレンジを解決するアイデアを思いつくかもしれません。トイレへ行くたびに考える人になってください。ミスタートイレットの7番目の教えは謙虚でいようということです。日本ではウォシュレットという素晴らしいものがあるので、トイレットペーパーがなくなってもそれほど問題にはなりません。でも他の国々ではトイレットペーパーがなければ最悪です。トイレットペーパーを持ってきてと助けを呼ばなければなりません。とてつもなく大きな問題に取り組むときと同じで、あなたの資源が底をつくときが来ます。問題を解決したいという意思があり、何とかしなければと、あなたは助けを呼ばなければならなくなるんです。助けを求める謙虚さと勇気を持ってください。もう一つ、時々便秘になりませんか？これは社会貢献活動にも起きます。これは社会貢献便秘症と言えます。皆さん、あの問題どうにかしたい、でもと実行に移さず言い訳ばかりします。そして後からやろうと思ったのにとか、やればよかったのにとか、できたはずだったのにって言うんです。そんな言葉消してしまってください。それよりも行動しましょう。さて、ここでミスタートイレットの話は終わりにし、私の母を含む世界中のお母さんたちに感謝の気持ちを送りたいと思います。私の祖父母はかつてレストランを経営していて、とてもシンプルなことを教えてくれました。それは全ての人はつながっていて、みんなトイレに行くたびに手を洗わなければいけないということです。なぜならそれがみんなをバイ菌から守り、健康を保つことができる隣人への尊重の行為だからです。もし手を洗うという義務を怠ってバイ菌を持ち込んだら、隣人たちを危険にさらすことになります。だからお母さんたちは手を洗いなさいと言うんです。そしてお母さんたち、お父さんたちも言うことですが、お母さんたちの方が上手なようです。あなた自身が世界をより良くする力があるのよと子供に教えますよね。あなた方一人一人がより良い世界にしていくことができるんです。座ってないで立ち上がってください。何に情熱を持っているかに関わらず、あなた方はスーパーパワーを持っているんです。より良い世界に変える可能性というパワーを持っています。その力を使ってください。最後にミスタートイレットと2人の少女、そして世界中のお母さんたちから学んだことを振り返りましょう。毎日トイレに行くときには手を洗って清潔を保ちましょう。誰でも毎日必ず一度はトイレに行きますよね。皆さん一人一人が世界をより良く変えていけるということを覚えていてほしいんです。そのためにもこのクソタレの問題を見逃さないでください。ありがとうございました。